2023-24 ウィンターシーズン熊の湯スキー場のアルバイトスタッフ募集応募が始まりました。ぜひこちらをご覧になっていただいて、皆さん応募のご検討よろしくお願いいたします。アルバイトの募集の職種を紹介します。1リフトスタッフ、2レストランスタッフ、3スキーパトロール、4現場事務スタッフ、5降雪圧雪スタッフとなっております。求人条件です。時給は当社規定により970円から、冬季のみのアルバイトは高校生も可能です。休日はシフト制により月4日以上、勤務時間その他のことはこちらの画面をご覧ください。福利厚生です。寮費、水道、光熱費無料、食費も無料で、1日3食、休みの日も支給されます。熊の湯や志賀高原全山で滑れるリフト券の貸与もあります。熊の湯温泉にも入り放題、詳しくはちっちゃい字のところもチェックしてくださいね。遠方からの方には嬉しい交通費の支給があります。またお近くの中野市山の内町からは通勤車もありますよ。友達同士の応募も OK なので、応募時にお知らせください。通年雇用、社員登用制度もございます。詳しくはお問い合わせください。それでは気になる仕事の内容はということで、各職種の紹介をさせていただきます。詳しい内容はたくさん書いてありますので、画面の文字を時々止めながらチェックしてみてくださいね。まずはリフトスタッフです。お客様が安全にリフトに乗り降りできるように補助をしたり、監視をしたり、ステージと呼ばれる台を丁寧に整えたり、その他いろいろな業務があります。スタッフ用のウェアの貸し出しもありますよ。熊の湯スキー場のスタッフはとても皆さんから好評いただいておりまして、ソフトアシストが絶妙と呼ばれる丁寧な接客と言われるリフトマンたちです。細やかな気配りと安全管理も大切だけど、体力も使いますが、女性の方も大歓迎です。ぜひ応募お待ちしております。実際にリフトのスタッフから聞いたやりがいのあるところと正直大変なところです。とにかくね、やっぱり熊の湯標高高いので寒い、特に吹雪の日っていうところは一番の声がありました。でもそれ以外にもね、すっごくこれだけの景色を見られるのはなかなかないよっていう意見もあります。リフト係の主な一日です。基本的な一日とナイターや早朝営業のある時とか違いはありますが、イメージ的にはこのような時間の流れになっています。続いてレストランベルドールのスタッフのお仕事紹介です。レストランの運営以外にも、従業員食堂の準備や片付け、館内清掃、自動販売機の補充など、たくさんのお仕事が意外にあるんですね。スタッフポロシャツやエプロン、三角巾などの貸し出しもあります。マスクの中の笑顔が素敵と言われます。料理長お手製の料理が自慢のレストランです。フロアは広いし、洗い物も多い。正直大変です。でもナイター当番も早朝当番もないから、繁忙期を過ぎたら一番滑りに行けるかも。料理を学びたい人も大歓迎のお仕事です。やりがいがあるところ、正直大変なところも聞いてみました。結構ですね、テラスがあるのでそこの雪かきするの大変なんだよねって、でも慣れてくると楽しいなっていうのとか、たまに昼食のリクエストのメニュー聞かれて自分の好きなの食べられるっていうのも嬉しいようです。レストラン係の主な一日はこんな感じになっております。レストランの営業はリフトの営業時間により異なるので、その都度変更になることがございます。続いてスキーパトロールのお仕事です。SAJ 1級程度のスキー技術が必要です。ゲレンデ整備、巡回、管理、応急手当てまでの怪我人の対応、場内放送、売店業務、レンタルコーナー、たくさんの業務がありますが、
スキー場の花形のお仕事です。よく YouTube を見ているとやってみたくてと応募いただくことが多いんですが、正直かなり大変です。雪かき、マット上げ、看板設置にロープ張り、とにかく体力を使う仕事が多いのがこの仕事です。甘く見て軽い気持ちで来ると結構苦労するかもしれないですね。さあ、やりがいのあるところ、正直大変なところもあります。でもその中でもやっぱりお客様に接しながらスキー場の安全管理をしているというところは一番のこの仕事の魅力なのではないでしょうか。スキーパトロールの主な一日です。降雪や圧雪を兼務しているスタッフも多いので、一概にこれがパトロールの一日ですとは言いづらいんですが、イメージとしてはこのような感じのイメージを持っていただければ大丈夫ではないかなと思います。続いて券売事務のスタッフです。券売スタッフの主な業務は発券業務がメインになります。お客様が来た時にリフトチケットを売るというところですね。それ以外にも事務所の仕事を兼ねていますので、細々とした何でも屋さんのお仕事をたくさんしています。広すぎてわからない、チケット何買えばいい、お客様が求めているものに応えるのが一番の役割です。メインは券売のお仕事で、事務所のサポートも時々していただけたらありがたいです。事務所は何でも屋さん、熊爺やめめのお手伝いもぜひよろしくお願いいたします。やりがいのあるところ、正直大変なところたくさんあります。お金を扱う業務なので、お金の計算がぴったり合うと嬉しいなとか、そういったところに喜びを感じられるような方とかはこの仕事は向いているかもしれません。意外に座り作業が続くので、そういうところがしんどいという方もいますね。券売係の主な一日です。ナイター当番、早朝当番もあったりしますが、交代で事務所の仕事などもしながら一日を過ごしています。メインはチケットの販売がお仕事になっております。降雪圧雪スタッフのお仕事です。人工降雪機の運用は11月から1月の夜間作業となります。圧雪車によるゲレンデ整備をしたりするのが圧雪のスタッフの仕事です。降雪スタッフについては2月以降1から4への業務の移行が可能です。その季節に応じた、その時に合った雪を作り、熊の湯にぴったりな雪、熊雪を作ること、それがプロフェッショナルな職人技、この仕事の役割かなと思っています。昼夜逆転で寒いし、体力も必要な大変なお仕事だと思います。やりがいのあるところ、正直大変なところ、寒さや昼夜逆転の生活、いろいろあると思います。でもこの仕事をしていないとスキー場の中でも見られない景色、今写ってるような写真の景色とかを見られるのもこの仕事の醍醐味かなと担当者は話していました。圧雪係の主な一日です。夜圧雪、朝圧雪の時によって異なります。大体の場合が他部署との兼務になります。積雪が多い時は作業時間が長くなることがありますが、他部署との時間の兼ね合いも合わせて勤務時間を決定しております。降雪係の主な一日です。昼夜逆転の生活になってしまいます。天候や気温によって作業時間が短くなることがあります。この部署の方たちは2月以降他部署への移動が可能になります。続いて皆さんからよくいただく質問をまとめてみました。細かいことまでご案内なかなか難しいので、画面を止めながらチェックしていただいたりとか、見ていただいてわからないことは電話やメールなどでご質問いただければと思います。よろしくお願いします。よくある質問への回答です。高校生でもアルバイトできるというところですが、学校と保護者の方の許可が必要です。また短期期間のアルバイトも募集していますが、長期の方から優先させていただいてますので、短期の募集自体が少なくなることもございます。詳しくはお問い合わせください。今シーズンの営業は11月18日土曜日から5月12日日曜日までとなっています。11月14日の準備あたりから5月13日の片付けの中で働ける希望の期間をお知らせください。お問
友達同士や家族同士の応募も可能となっております。詳しくはお問い合わせください。車の持ち込みはできますが、熊の湯温泉の硫化水素の影響でエンブレムなどが腐食したりすることがございます。また豪雪地帯なので四駆が推奨です。スタッドレスも必要なので、それらも踏まえて検討してください。詳しい施設などはまたご案内しますが、こちらをご覧いただければと思います。その他のご質問などございましたら、電話またはホームページに書いてあるメールにてお問い合わせをお願いします。電話は対応できる時間が限られているので、お時間が都合が悪い方はメールなどでコンタクトを取っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて皆さんが住む寮についてご案内をしていきたいと思います。スキー場のスタッフはスキー場内にあるセンターハウスの中にある寮を使っていただくことになります。地下1階地上3階建ての建物の中に寮があります。イメージとしては男女別々の半個室で、一部屋がだいたい3名から5名です。一つの大きな部屋の中に2段ベッドの部屋が何個かあって、その上下を一人で使う感じです。天井が少し空いているので半個室になっています。その他にシャワー室、洗濯機は男女別それぞれにあり、共有なので交代で使います。男子は人数が多いので洗濯機とシャワー室が2つずつあります。もちろん熊野湯温泉にも入り放題です。温泉が好きな方はぜひ入りに行ってください。それ以外に共有のスペースとして従業員食堂があります。簡単な調理をしたり、従業員食堂のご飯が出てきて、そこでご飯を食べたりすることができます。3階や地下にもテレビを見たり体を動かしたりするスペースもありますので、皆さん使ってみてください。さて、ここから応募の仕方をご案内したいと思います。基本的にはお電話などをいただいた後に履歴書を送っていただきたいのですが、今年はいくつか注意事項もありますので、よくここから先を確認して応募をしていただければと思います。応募する前にご確認ください。採用された場合、お給料は銀行口座振込となります。現金での支給はございません。応募された方は上の A、B どちらかの形をお選びいただくことを了承された上で応募されたと判断させていただきます。また採用後や入社後に本人の適性や現場の状況を見て、職種の変更や職種を兼務していただく場合がございます。その場合、必ずご本人と面談をさせていただいてから決めさせていただきますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。アルバイト応募の流れです。1、アルバイト応募の意思表示をする。各応募サイトや電話、メールなどでお願いします。2、写真付きの履歴書を送る。郵送またはメールで受け付けています。希望職種と勤務可能期間を明記していただけると助かります。採用担当者からの連絡を待たずに履歴書を送ってもらっても構いません。履歴書が届き次第選考開始です。書類選考後に採用に向けてご検討いただきたい方には、担当者から電話連絡をさせていただいて、お話をさせていただいたりすることがあります。注意事項です。ご希望いただいた職種に添えない場合がございます。また応募者多数の場合は、採用予定の方にのみご連絡をさせていただきます。不採用の理由についてもお問い合わせいただいてもお答えできませんので、あらかじめご了承ください。採用決定後ですね、担当者から採用決定通知書を郵送いたします。入社日までにご用意いただくものや打ち合わせなどをさせていただきます。あとは入社当日に熊の湯に来ていただければ大丈夫です。わからないことは気軽に質問してくださいね。熊の湯では夏はキャンプ場をやっています。なので通年アルバイトや正社員も合わせて募集をしています。興味のある方は採用担当までぜひお声掛けをいただければと思います。さて、今年のスキー場のオープンは11月18日を目標にしております。あと2ヶ月ちょっと。あなたのご応募をお待ちしております。ご不明な点や質問などありましたら、メールや電話でお気軽にお問い合わせください。もしもう採用申し込みたいという方は、
写真付きの履歴書を郵送やメールで送っていただいても構いません。よろしくお願いいたします。